いきなりの映像。え、こいつが犯人？待って、今助けてやるからな。おっちゃんかっこいい。あれ動き出したりしないかな、軽トラ。こいつ誰だっけ、初めての人だ。すごっ、おっちゃん。え、あれさ、どっちもまずくない？まずい状況じゃない？ああ、おい、なんだあれ、煙出てんぞ。事故？あれはもう追突事故じゃん。次の新聞全記事載るやつじゃん。おっちゃん、おさん、だ、大丈夫ですか。な、七子は、もしもし、救急車の手配願います。交通事故です。負傷者男性1名。そうだ、こっちも生食べ探しの応援呼ばないと。七子、七子は、嘘、何これ。生食べの家へ向かって、途中で奴の車と追ってて、くそ、ナナコはどこだ。生タメは、頼む、探してくれ。探すったって。でもおっちゃん、おっちゃんは今休んでてほしい。そうだ、トラックに手がかりあるかも。乗ってる運転手いるかな。ダメだって、現場は保存しないと。言ってる場合じゃないんだって、あたしさん。なら僕がやりましょう。待っていてまた振り出したら、それこそ保存になりません。お、頼もしいな、おとくん。見て、本当にテレビある。あ、あれか、あのテレビ。ええ、このサイズなら十分人間を通せます。え、じゃあもしかしていなかったら通した後なんじゃないの。それと運転席に日記帳が、多分生ためが書いたものでしょう。僕は新世界の存在を知った。なら僕は人を救わなければならない。え、何？デスノートのライト君？救うだ？だそりゃ。これは被害者たちの現住所。山野真由美、小西咲、天城由紀子、辰巳寛人、久慈川理世。未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者もちゃんと書かれてる。え、怖い、ストーカーみたい。そして諸岡先生の住所は書いてない。それはあいつじゃないの、あの人形。すごい、そりゃ決まりだよ。最後の日付は今日だ。こんな小さな子が映ってしまうなんて、この子だけは絶対に救ってあげなくては。いや、でも救ってあげなくてはって言っておきながら、なんで自分がなんか殺す側になってんだろう。え、なんだろう、もしかして、あの運転してた犯人が、ナナコちゃんがテレビに映っちゃったから守ってあげないという、もう一人殺人犯がいるってこと。それ、ナナコちゃん。Thank you.
なんとか入れてあげることができた。うわ、もう終わってんじゃん。最近警察が騒がしい。この日記もおそらくこれが最後になるだろう。やれるだけのことはやった。間違いない。今までも全部同じ手口でやったんだ。宅配のふりして堂々と玄関から来て、すぐ荷台のテレビに放り込んで、犯人は生ためだ。あいつが生ためだったの。ななこちゃん追っかけないと。ここにテレビあるんだし。待って待って、変なとこに繋がってたら危険クマよ。やっぱりジュネスのテレビから行くの。明日は霧じゃないみたいだし、いつものやり方で明日から行った方がいいクマ。けどよ、私たちが失敗したら誰がななこちゃん助けるの。ななこちゃんの救出は明日以降最優先で、生ための行方は警察に任せましょう。もう時間的に深夜1時過ぎとかだよね。まあ、ピーポーピーポーはこのゲーム内ですよ。その後、病院内の一室。おっちゃん、おっちゃんが目を開いた。なんとか意識はあるようだ。お前たち具合は。情けない格好見せちまってるな。いや、おっちゃんはななこちゃんが心配でやった行動なんだもん。情けなくないよ、かっこいいよ。ななこ、ななこは俺の生きがいだ。あいつをなくしちまったら生きてる意味なんかない。やばい、ななこちゃんを助けないとおっちゃんが死んじゃう。あの子、今この瞬間は怖い思いして助けを待ってる。なのに俺はおっちゃん死なないで。一番肝心な時にこのざわだ。いや、でもおっちゃんがやってくれたおかげでね、私たちは犯人が誰かっていうのが分かったんだから。偉そうに父親ずらして娘一人守ってやれない。そんなね、警察はね、命張る仕事だからしょうがないよ。どうしますか。もし、ナナコに何かあったら、俺は、やつを、生ためを、絶対に許さない。うん、私も許さない。お前になら、できるんだろう。頼む、ナナコを、救ってくれ。今、頼れるのは、お前たちしかいない。うん、おっちゃんの心意気、しかと受け取った。必ず助ける。なんか死体を選んだらおっちゃん死にそうな気がするんだもん。ななこちゃんは僕らが必ず助け出します。少し日数がかかるかもしれませんが、信じて待っていてください。大丈夫、遅くても1週間のうちに助ける。来週までには絶対助ける。11月6日日曜日、曇り。ジュネスフードコート。みんなの表情からいつも以上の気迫を感じる。ななこちゃん、向こうにいるんだよな。それは間違いないクマ。生ためは警察が追っているはずですから、僕たちはななこちゃん救出だけを考えましょう。私らにしかできないもんね。っていうか、私たちがやらなきゃ。一体誰がやるんだってね。途中で何度も無理かもって思ったけど、とうとう犯人までたどり着けた。ここまで来て、ななこちゃんを犠牲になんて絶対させない。ああ、いよいよ締めだ。やってやろうぜ、俺らの力でよ。ナナちゃんと約束したクマよ、また遊ぼうって、大丈夫だからって。
クマ、約束したクマよ。そうだよな、約束したよなクマ。とにかく今やれることをやるだけです。そしてこれは僕らにしかできない。大丈夫、こんだけ気合入ってんだから結果はついてくるって。やり方は今まで通りだ、何も変わらない。次の霧の日までに奈々子ちゃんを見つけて取り戻す、そんだけだ。焦らず慎重に行こうぜ。みんなの気持ちが一つになっている。自称特別捜査隊がランク9、愚者上がりました。霧の日までに必ず奈良子ちゃんを救い出そう。まあとりあえずテレビには入りましょう。行きましょう。すごい霧だな。そうだね、なんかいつも以上になんか霧多くない？最近の霧騒ぎと何か関係あるのかな。この中もなんか変くまね。きっと町でいろいろ騒ぎになってるからこっちの世界にも影響しちゃってる予感。今はとにかく急ごう。リセ、ナナコちゃんがいる方角わかるか？あっちから感じる。すごい、何この優しい感じ。優しい？絶対助けてあげなきゃ。優しいってどういうことだろう。敵優しくなってんのかな。わあ、なんかジブリメルヘンみたい。虹もかかってるし。 RPG のオープニング。ここがナナコちゃんのオープニングというか、なんかお城の城門前みたいな。綺麗。お話に出てくる天国みたい。そっか、天国みたいか。やっぱナナコちゃん心の奥じゃ。あ、なるほど、お母さんのことか。仕方ないよ、まだあんなに小さいんだもん。奈良子ちゃんは心の隅に死別した母への寂しい思いを抱えていたようだ。これあれじゃないかな、もう一人の奈良子ちゃんがさ、奈良子本当は一人で大丈夫じゃないの、本当はお父さんに甘えたい、お母さんともっとずっと一緒にいたかったとかあるんじゃないのかな。必ず助けよう。助けよう、全力を尽くす。生ためを見つけてとっちめるのは後だ。オッケー、まずはナナコちゃんの救出。さてさて、ナナコちゃんが誘拐されて、なんかこういう天国のダンジョンに来ました。天上楽土、楽園の門というところで、今回のパーティーメンバーは直人くん。さあ行きましょう。事態は一刻を争います。ええ、最善を尽くします。というところで直人くんとゆうきこちゃん、さあ行こう。きっとお兄ちゃん待ってるから、奈良子ちゃんのためにも頑張ろうね。そしてちえちゃん、行こう。くるみやくん絶対助けるんだから。うん、ななこちゃんお兄ちゃんを待ってるよね。というところで最初は
ハーレムで行きます。よし、行くよ。静か。でもなんだろう、この胸騒ぎ。ななこちゃん、待ってて。絶対助けてあげるからね。あ、ねえ、なかったわ。ねえ、アドリブで入れちゃった。なんかあれだな、フェイトエクストラ CCC みたいな感じ。え、シャドウいるのかな。あ、いるか。一応マップには赤い点があるし。短か。うわー、なんか手がいっぱい。気をつけてね。アナライズしても分かんないか、最初は。んー、じゃあまず、あ、でもユキコちゃんが炎タイプいるから、どうしようかな。じゃあこれでいくか。敵残り3体、踏ん張りどころよ。よし、これでいってみよう。もう死なないか。アマオン、ネギドラ、でいくか。まあ、またね、最初のうちはちょっと戦闘シーンを見せつつ、そしてレベル上げの旅に行ってこようかなと思います。そして、ね、いつも通りリズちゃんは、あ、やめて。あ、やった。セリズちゃんが、あー、ナオト君がやばい。まあ話戻りますけど、そしてリセちゃんが発言した時にはまた連絡というか動画の投稿を開始したいかなと思っております。ダメだった。死なないな。これラッシュの方がいいか。あー、ナオト君。やっぱり新しいステージはステータスも高いですね。まあ、ちょっとね、ナオトくんがやばいので、ちょっとユキコちゃんに、あれ、あ、これか。あれ、どうやって回復するんだっけ。スキル、あ、スキルか。そしてユキコちゃんのディアラハンでナオトくんを回復します。まあ、最悪に私が死ななければみんな頑張ってくれているはず、瀕死の状態でも。それにしても霧がすごいな。この前もね、現実世界でも霧がすごかったんですよ。あ、またこの手か。2体やっつけちゃう。ちょっと待って、ナオト君アタック弱くない。頑張れ。こいつら炎が弱いから、私炎を効かないものを持ってればいいんじゃないかな。お、ゆきこさん、ありがとう。ゆきこ先輩、よし、いるんだ。仕掛けるよ。よっ、はー、しゃくれたんや。うわ、最悪。もうわかんないよ。まあ、何も引き当てられないだけはまだいいよね。みんなの金よりかは。うわっ、あ、なんか死神見届けない方が良かったかな。あ、ちょっとさ、これ現在地とか一回に戻されるやつじゃないの。死神の聖地のアルカナ効果が発動した。まあ、まだ SP そんな使ってないんだよ。目の前が霞んでいく。ちょっと待って、これの発動まだ早いよ。はーい、みんな、よかった、無事戻ってきてて。無事じゃないんだよ、私たち。奈々子ちゃんは心配だけど無理しちゃダメだよ。戻んないよ、まだ始まったばっかりで。私たち、ああ、ゆきこちゃん、みんなを回復お願い。
よし、戻ろう。マップも最初からなってるし、もう右、左に行こう。うわ、新しいキャラクターが出てきた。み、2体、やっつけちゃう。もしかしてクリティカルにならないのかな、ビルだって。知るとおり。え、ペルソナ両撃破、チェス。そしてこれをラッシュにしとくだ。アイドルが殴れ殴れって。あ、これはなんかいけるかも。あ、ダメだった。私のさっきの発言をないものにしてほしい。さてさて、マップには向こうに宝があるっていうけど、ダメだ。やっぱりカラピカリオンだったんだな。右に行けば階段があったんだな。頼む、誰かこいつを頼みます。こんなチェフいいぞ。お見事です。うわ、なんかフラフープ、フラフープみたいなやつうざい。今度はどっかしら当たるはず。足んなかった。え、今日さ、私なんか運悪いな。じゃ今日、まあなんかのあるかな。除去校かな、これは。あ、聖一レベルアップです。お、よかった。最近も私もタロット、まあ私はやらないですけど、タロットの YouTube とか見たりですね。それでよくリーディング動画を見させていただいてるんですけれども、けど必ずしも正位置がいいとか逆位置が悪いとかっていうわけでもなく、逆位置であってもなんかいろいろ直せばいい、こいつの何みたいなのがあってね、タロットは奥深いなっていうのを最近思いました。2体に先制攻撃、耐えて支援、頑張れ。アルカナ、アルカナファミリーをいけいけ、ものすごく大好きになったら、私はもしかしたらタロットを始めていたんじゃないかなと思います。アルカナファミリアは好きですけども、先輩注意して。あ、ありがとう、リセちゃん。じゃあユキコちゃんお願い。アルカナファミリアは好きですよ。特にあのジョーリが好きですね。けど私はすごいハマったのが白鸚記なんですよね。白鸚記、新選組を舞台とした、幕末を舞台とした新選組を主なキャラクターとした物語なんですけど、あれはすごくハマりました。敵さんと先手はこっち。こうやって見ると女強いな。ダッシュでも何もいけるっていうね。こっちの道が正しいのか、まあ、ちょっとね、第1点をちょっと散策したいんですけれども、第2点まで行ったらあのレベル上げの旅に行こうかなと思って。ここまで来たらなんか見慣れたキャラクターというか、キャラクターというのかな、敵は
よく、ちょっと進化してるかもしれないんですけれども、なんか見たことあるような気が出てきました。頑張れ。あとはポポのペルソナを生かしてレベルを上げて、強いような炎攻撃、氷攻撃、風攻撃ができたらいいかなと思います。さあ行くよ。そこはちょっと嫌、やらないんだ。よし、勝った勝ったよ。お、今の戦いで確かな手応えを感じた。先輩、おめでとう。ありがとう。ちょっとは強くなれたかも。おお、ユキコちゃんもアマテラス。アマテラスもなんかエノキみたいだけどね。レベルアップしたぞよ。おお、ちえちゃんも。ちえちゃん、これで大丈夫かな。うん、なんか待ち合わせ場所みたいなところがある。ん？え、これ階段なの？あの、どっから入ればいいんですか？あ、ここか。なんか大樹みたいな、ユグドラシルみたいな感じだったけど、なんだろう。どんどん不安が大きくなってる。あ、ほう、違うね。不安が大きくなってる。うん、テイク3。どんどん不安が大きくなってくる。急ごう先輩。はい、というところで私たちはレベル上げの旅に行ってこようと思います。また第1戦、第3戦でいいのかな。そこでまたお会いしましょう。